小金原団地は千葉県松戸市小金原に存在する大規模住宅団地、日本のニュータウンの一つである。事業主体は日本住宅公団、分譲部分と賃貸部分に大別される。当初の計画個数1万個、計画人口4万人。実際は2778個である。団地に隣接する小金原バス案内所。 松戸市北東部に位置する小金原地域の中核をなす。日本住宅公団による造成以前は、鉢が、先根木ぎない、栗が沢と称される農地及び山林であった。団地の外区、番号はそれぞれ町目番地骨外を表す。例えば3から18外区は小金原3丁目18番地であるが、1971年に松戸市が町名変更を行う以前、 1969年の段階では、正式には9丁目であった。小金原地域は1丁目から9丁目まであるが、小金原団地は6丁目に集中している。最寄り駅は、常磐線北小金駅、松戸新京成バス、小金原団地線の各停留所が、住宅団地に隣接しており、同様に、新京成線矢柱駅、武蔵野線新や柱駅とも松戸新京成バス。 小金原団地線で接続されている。常磐線、馬橋駅、及び新京成線、時和平駅からの系統は、同団地の入居開始当初の1969年5月15日に開業したが、いずれも2006年3月16日に廃止された。分場部分の倉庫数は6から7が区く420個、6から9が区く410個、7から1が区く490個、 間取りは6から7外区が 3DK と 3LDK の2種、6から9外区及び7から1外区が 2LDK と 3DK の2種がそれぞれある。賃貸部分の倉庫数は1458個、2DK と 3K の2種の間取りがあり、2012年、現在の教益費月額は2060円である。すべて鉄筋コンクリート5階建て、エレベーターなしである。現在、 時は平団地と同様、建物の老朽化が問題となり、建て替えも提案されているが、入居者の高齢化によって実現は難しい情勢である。また、建築当初は山だったため、団地の敷地内は坂が多い。ありがとうございます。